皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、おかてでございます。今回は名古屋にあるホテルプリズムさん紹介していきたいと思います。まず場所、行き方なんですけども、今私は名古屋駅の西口におります。ここから歩いてすぐなので早送りしながらですけど移動していきます。まず駅を出たら、このロータリーのあたりを抜けて、ビッグカメラがある方ですねに信号を渡ります。じゃあ向かいながらね、宿について話しましょう。朝食付きの1人1泊4800円から泊まれるところで、2名だと3400円と格安でございます。でビッグカメラまで来たら右折、右に曲がります。右折したらね、しばらく道なり直進でございます。でお部屋はね、バスタブ付きかシャワー付きのワイドダブルか2段ベッドルームがあります。今回私はバスタブ付きワイドダブルルームを利用していきます。ここのガラス張りで下にねローソンが入っているこの交差点ですね、これを信号渡らずに左です。左折したら少しだけ直進します。右の信号が見えるところまでですね歩いていきます。そろそろですね、1個目の信号、ここを左です。ちょうどパチンコ屋があるところです。はい、間もなく到着ですが、少しだけ余談です。今回の、ね、ホテルプリズムって2022年の9月にオープンしたところで、もともと別の、ね、ホテルが入っていた跡地にできた宿らしいです。はい、するとこちら到着しました。ホテルプリズムさんです。じゃあチェックインします。はい、チェックインはね、機械でやるタイプのセルフ式です。左の機械です。でチェックイン済ませたので、アミニティはね、このフロント脇のところから自由に取っていくスタイルだそうです。でアミニティはヘアブラシ、ボディスポンジ、ヘアゴム、カミソリ、綿棒、歯ブラシ、使い捨てスリッパといった感じですね。でまたフロントがあるね、1階のところはカフェ営業も10時から10時AM10 時、夜10時の時間帯でやってるみたいです。2時間550円でね、ドリンクが飲み放題、機械で飲み放題となっております。今はね、利用している人はいませんでした。ちなみに今言ったそのドリンク飲み放題っていうのがこちらの機械ですね。宿泊者だったら滞在中、この左のコスタコーヒーのね、機械とソフトドリンク飲み放題らしいです。こんな感じです。で、隣に行くと電子レンジとトースターもあるので、買ってきたもの、スーパーとかコンビニとかのものを温めてお部屋に持っていくことも簡単にできますといった感じです。で、さらにね、1回散策したらコインランドリーと喫煙ルームもありましたね。ちょっと見てみますか、せっかくなので。これ喫煙ルーム、行った時だけなのかコロナ対策なのかわからないですけど、定員2名って感じで、でこの喫煙ルームの脇左側に入るとランドリーで洗濯機と乾燥機が上下3台ですねあって、洗濯機300円です。乾燥機は30分で100円です。てなわけでコーヒーをもらってお部屋に向かいましょう。じゃあお部屋に向かいましょう。私のお部屋は604号室です。降りてすぐのこちらですね。鍵はね、カードキータイプでタッチすると開きます。開いた。じゃあオープン。ん？待って、ちょっと狭くない？気のせい？やと思って調べたら、このホテルのワイドダブルルームって9平米か10平米弱ぐらいらしくって、
一般的なビジネスホテルでも11平米から12平米ぐらいで狭めだなと感じるので、バストイレ別でこの面積だと結構狭く感じるのは当然だなって感じです。でベッドで荷物広げるスペース、ね、少ないのでスーツケースの人積むんじゃないかな。とりあえずまあ落ち着いてお風呂チェックをしましょうか。この変わった形はイタリアか長靴か、なんか段差もついてる。なんか変わってるね。あ、シャンプー、コンディショナー、ブリーソファーちゃんとついてて、ポーラですね。はい、はい、落ち着こう。で、ああ、なんかトイレが綺麗だけど、謎柄の壁紙、おへろろろ、お風呂とトイレ別なのはありがたいけど、なんか椅子をどけたら折りたたみテーブルも出てきた。これ使って、なんだ、食事とかデスクワークをすればいいって感じかな。おっと、突っかえる。椅子を避けないと立てられないらしいので、今回はやめておきます。で、別のところ、枕元にね、コンセント3個、USB ポート2個たくさんあるの。これは嬉しいですね。照明は、まあまあ、ここでいじるのね。OK です。はいはいはい。やっぱ綺麗ですね、全体的に。で、隣にスマホがある。何これ初めて見た。なんか、館内案内なり、フロント呼び出し、アラームとかがこの端末でできるらしいのね。で、バスタオル、フェイスタオル、バスローブも完備で、まあ、なぜか一人で予約したんですけど、二人分あって嬉しかったです。いっぱいあるのは。なんとなく。はい、てな感じで、すぐ下にドライヤーがありますね。ドライヤーは、テスコムのナチュラム TD30 です。あと、電気ケトルもありました。じゃあ、ちょっとお出かけしてきます。はい、ちょっとお出かけして、ひつまぶし食べてきました。美味しかったです。はい、戻ってきました。もう結構ね、夜遅くになりましたので、もうお部屋に帰って寝たいと思います。じゃあ、おやすみなさい。はい、おはようございます。全プランね、このホテルでは朝食がついております。ちょっとね、食事する時間はないので、食事チェックだけします。こんな感じでね、パン、先ほどのパンとソーセージ左、右、スクランブルエッグ。てな感じで、軽食です。朝6時半から9時半までね、朝食提供しているみたいです。で、こんなジャムとかね、調味料もあります。って感じで、チェックアウトは私します。またこの機械でね、チェックアウトもできるようです。無人でできる機械式です。はい、今回はホテルプリズムを紹介しました。気になる方は参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。